浜岩先生の豪邸の設計ですね。ここ2階がこう車庫にして、ここ倉庫だったけど、ここ車庫ね、車庫にして、これ物入れにするんですね。物入れ、鍵室、2階から入るんですね、車はね。ちょっと変わってるんだけど、1階はね、少し道から落ちてるんで、で1階の頑丈にね、区切り多い方がいいんですよね。ね、間取りがね、はい。それで、これ狭い狭いけども、私、ひわや的なやつが好きなので、常時ここに大体、仕事とと寝床でね、いるというですね。で、これ、こっから登っていくんです、こう上に。だから、ここに空きができるんで、下駄箱を置けるわけですね。で、こことここは、だから、出られるわけですね。上に上がってるから、こっから上ね。で、洗濯機は2つ必要だし、これ、洗面ですね。洗面。これもうちょっと広く、こんぐらいのものかな。この伸ばしとかいいね。で、こう、トイレですね。こう、バブジーは置けるかね。バブジーのやつがね、30万ぐらいで結構安いね。40万とかね、バブジーって、ね。安いんですよ。ただ2年間ぐらいしか持たなかったですから、注意しないと。で、ここは2階から入って玄関。2階の玄関ですね。で、場合によってこうペット入れたりする。で、鍵室はね、汚れやすいところはここですね。まあ、仕事ですね。で、3階がちょっとリビングを広くしたんですね。ちょっと待って、おっと、このところのところ、ここね、ここですね。うん、こんな感じでね。これ、この広げて、こう広くした方が丈夫だからね。どうしようかね。例えばこれを、これは何時になるの？14時だね。このように広くした方がいいかですね。これで11でしょ。この方が丈夫は丈夫だね。この方がいいかね。耐久性的にね。こうやって言った方がいいんじゃないかな。耐久性的にね。耐久性的に、これでしょ。どこが工夫してんだ、これ。耐久的にね。この方が丈夫だよね。ここで覚醒しておいて。ここも見るね。この広くしてこのようにね、ここにこうやっていて、ここにたくさん収納できるように複製しておいて、で、これも このは丈夫は丈夫なんだね。あ、向きがちょっと面倒くさいから、こうやってね。これがいいんじゃないかな。しかしこれ、ちょっと待って。こんぐらい。
かそのたくさんないと、だからね、こうですよね。これでストレッチできるかなっていうか、ね、ストレッチ、こっちだね、ストレッチ、体を鍛えるよね、装置をね、ここに上に置いといて、ね、今いいんじゃないかな。ちょっと外科の方も録画してるんですみませんね、2つ入ってる。ね、これでこれだったらいいんじゃない 2階が駐車場を入れるわけね、倉庫ってこう駐車場ね、ね、入れるのか、駐車場1階はこうね、ここ倉庫広くしたんですけどね、ここペット入れたりするときもいいんじゃないか、ペットね、ここへとここ開けてたらいいね、車傷つけられるかな、うん、で3階はこうでしょ、ね、結構広いよな、球場球場ね、これ行ったらいいでしょうね、心配性は少ないんだよね、こうやってこうやったら12時半にして、ここ収納場所しないといけないかもしれない ね、収納場所つけないかな、でこれ落ち着けておいて、物入れね、うん、これ複数してね、物入れ大事だからね、こうやって動かしてくるんだね、12、10、10でしょうね、一応リビングだから、ここにこう置いとくとね、感じがいいんじゃないかな、あんま先生の豪邸ね、これでね、いくらの予算かって鉄筋コンクリートですから、パルコン、パルコン住宅ね、8.19
かける8.19はね、この3掛けねの割る 3.3 だ。60つはね、かけるところだったのパルコンで180万だったっけ、かける180万か160万、1億976万ですね。この当てがあるんだね。このガードがかかるんで、まあ、多めに見て160万から180万ぐらいかかるとか、1億976万ですね。約1億円ですね。パルコン住宅ですね。ちょっと左の外貨の価格が上がってきたね。はい、約1億976万ですね、うん、3階建て、屋上もつけるんですね。屋上はプール、え、まず2階でしょ、車庫、あ、これは車庫で、車庫、倉庫じゃない、車庫ね、ないんでね、キースがね。で、家事室、1階こうですね、キッチンとかね、常時いる部屋ですね。2階ね、倉庫じゃなくて車庫ね、これ。それで3階はこう。どうでしょうね、これもうちょっとこっちつけた方がいいかな。丈夫さがね。で、これ、こうやると。もしこれ何時なの？これあと80になるのか。80にして伸ばしたらどうなる？これはちょっと広くしたいような感じするね。結構80広いからね。こうやっていて。これを物入れにして、こう伸ばしたらどうかな。この後15時だからね、こんぐらいのがいいかな。で、これこう、うん、あ、新規とかちょっとこうだな、15時ぐらいかな。3階はこんな感じでいいかな。2階ですね。
これで1億だからね。税金も含まれてるしね、大体ね。これで1億かかるか。上にプロトプロトもつけるからね。別に。まあ、一応ちょっと僕はこんな感じですね。本間陽先生の豪邸の間取りですね。